トリックオアトリート。あ、お菓子はいらないわ。いたずらしたいだけだから。逃がさないわよ。おっしゃー、ハロウィン来たー。この日のためにコスプレ100着用意したのさ。さあ着替えるよ。今日中に100コスコンプするんだから。ハロウィンは欧米の文化と言いますが、実はほとんど米国のもので、欧州は私たちも正直ピンときません。あ、ええ、この猫のコスプレは姫様に言われたからです。トリックオアトリート。さて、毎日いたずらされてる仕返しに、今日は目いっぱいいたずらさせてもらおっかな。ハロウィンといえば、日本ではコスプレという慣習があるそうですわね。仮装のためにメイド服を着たりドレスを着たり、おかしな習俗ですこと。ハロウィンといえば仮装ね。え？今もう仮装してるようなもの？それもそっか。ハッピーハロウィン。お菓子をくれないと。え？私にいたずら？そんな、何する気ですか？